どうも、石川です。はい、これより登録完了した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州沖縄ブロックの2020年度、問71から問80までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。それでは早速始めていきましょう。引き続き第3章の内容ですね。問71番です。鎮外巨大薬に配合される生薬成分に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、こちら誤っているのは3番が誤っております。どうでしょうか？生薬、漢方、ちょっと苦手な方も多くいらっしゃいますよね。そう、なかなか難しいと思うんですけど、ただ、皆さんの身の回りにある植物も結構ありますので、ぜひぜひですね、ちょっとこう、なんか、気分が塞いだ時にはですね、近くの公園だったりとか、近くの野原だったりとか、そういうとこあればですね、ぜひぜひお散歩がてらにですね、あ、これちょっと勉強してたやつだなっていうところで気づいていただくとすごく面白いので、ぜひぜひね、そんな感じで、少しこうね、覚えていただけるといいかなと思います。で、まず3番の、桔梗が誤ってるんですけど、これ桔梗に関しては、桔梗科の桔梗の根っこの部分を使っていきます。なので、今回このユリ科のジャノヒゲの根の傍大部を起源とする生薬に関しては、これは麦門冬になります。そうなんですよ。麦門冬が、これが、いわゆるですね、皆さんの、こう、なんか、お庭とかにもあったりしますので、ぜひ、ジャノヒゲというやつですね、こう、ちょっと検索していただきますと、Google などで検索していただきますと出てきますので、ぜひぜひ、ちょっと見ていただくと、ああ、これだなってわかると思います。それから、桔梗に関しては、これもですね、桔梗糖とかっていうのがありますので、ぜひ、あと、身の回りにですね、こう、皆さんの、ドラッグストアとかに桔梗がよく入っている、有名なものもありますから、ぜひぜひそういったものもですね、見ていただきたいなと思います。ということで、こちら3番が誤ってる内容となりましたので、次に行きましょう。今度は問72番です。口腔咽頭薬及びうがい薬、含爽薬とその配合される成分に関する以下の記述の成分について正しい組み合わせを下から1つ選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。まず、要素がレモン汁やお茶などに含まれるビタミン C と反応すると、殺菌作用が増強されるためではなく低下していきます。そうなんですよ。殺菌作用が、低下してしまいますので、なので、そうした食品を摂取した、直後の使用は望ましくはありませんので、こう間隔を空けていただくとかね、そういうことが必要になりますから、あは誤り。それから、噴射式の液剤に関してはですね、喉の奥まで届くように息を吸いながら、とかってやってしまう、とかってやってしまいますと、気管支の方に入り込んでしまうことがありますので、なので、気道の方に入ってしまいますので、これ、息を、はーって吐きながらとか、声をあーって出しながらとかっていうことが好ましいので、ここのところ誤りとなります。ということで、5番が正解となりました。では次、73番ですね。胃に作用する薬の配合成分及びその主な作用とその関係について正しい組み合わせを下から1つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。まず、あーはいいですよね。それから、いい、センブリなんですけど、もう、1000回手振っても苦いので、とかっていうのがセンブリでした。ということで、ここ、気泡の分離を促すということではありません。気泡の分離を促すのは、こちら、消泡成分というものです。ジメチルポリシロキサン、通称、ジメチコンというものですね。というものが、この消泡成分になりますので、なので、ここの気泡の分量を流すのが消泡成分になります。なので、センブリに関しては、その苦いんです。苦味による牽引作用とか、あとは日本薬局法のところではですね、試射成分とか、試射薬としても使われてきますから、苦味による牽引作用があるんだな。あとは、こちらもですね、覚えておいてほしいです。林道科のセンブリのね、開花期の前草を使っていきますから、そんなところですね、センブリ、これ有名なものなので、なんか苦いお茶になりますからね、ぜひぜひ、苦いですよ。本当に苦い。なのでね、ぜひ飲んでみていただくと面白いかなと思います。ということで、こんなね、E に関しては誤り。それから、ピレンゼピン、これもよく出てきますよ、この成分。覚えてくださいね。せん、えーと、えーと、せん、せん、せんべいじゃないですね。ピレンゼピンは、
炭水化物、それから脂質、タンパク質、繊維質の分解に働く、酵素を補いますよとあるんですけど、酵素を補うのはこちら、消化成分になります。ピレンゼピンというのは、消化管の運動にほとんど影響を与えずに、胃液の分泌を抑えるものになりますので、このところほとんど影響を与えるのか与えないのかというところで引っ掛けてきますから、このピレンゼピンしっかりと覚えていきましょう。ということで、うは誤り、そして、えは正解なので、答えは2番が正解となりました。では次、問い74番です。試写薬に配合される成分に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。で、あは正解、いも正解なんですけど、うとえなんですが、うは、ジ・モッショクシサンビスマスは細菌感染による下痢の症状を鎮めることを目的として用いられますよとあるんですけど、細菌感染などによる下痢の症状を鎮める、要は殺菌作用があるかどうかっていうところで、感染性の下痢に用いれるか用いれないか、というところが決まってきます。で、そんなところでは G モッショクシサンビスマスは収斂成分です。なので引き締める、腸がバーってなってる、前動運動が激しくなっちゃってるのを、引き締めシュッて止めていくような役目がありますから、そんな働きがあるもので、細菌感染をしているような状態だと、細菌感染のその細菌がですね、増殖しちゃいますよね。止めちゃったら、そう、止めちゃったら増殖しちゃいますから、だから、こういった、G モッショクシサンビスマス、殺菌作用がないものに関しては細菌性の下痢には使えませんので、うは誤りです。そして木クレオソートは、有害な物質の吸着、吸着を目的としているのは吸着成分ですので、木クレオソートではございません。ということで、絵は誤りなので、答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い75番です。試写薬に配合される成分に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは1番が正解となります。あ、い、う、正解。そして、え、なんですが、センノシドは小腸でリパーゼの働きによって生じる分解物が小腸を刺激することで遮蔽作用をもたらすよう、リパーゼっていうのは、脂質を分解する酵素でしたよね。そう。で、そんな、ものなので、脂質、要は油っぽいものということで、センノシドは違います。これは、ヒマシユの記述になりますから、気をつけておきましょう。ヒマシユですね。ヒマシユです。ヒマシユですね。の記述になりますので、なので、違いますね。なので、センノシドっていうのは、大腸を刺激して、そして排便を促していくものになりますので、絵は誤りとなります。ということで、答えは1番が正解でした。では次行きましょう。今度は問い76番です。強心薬及びその配合成分に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。あは正解、それからいも正解です。このあたり、あについてもですね、センソ、引き換える、カエルですよ。そして、1日容量が、5ミリグラム以下になるようにですね、用法容量が定められておりますので、こういったところも数字、ちゃんと押さえてあげていただき、さらに、どういった、動物の、由来なのかっていうところで、今回はカエルとなりますから、覚えておいてください。そして、いの量計十貫糖に関してもですね、これ、体に溜まった余分な水分を取り除いて、そして体を少しずつ温めてくれるような役目があるのがこの量計十貫糖なので、このあたりもですね、白術とか、それからあとは伏量とかね、そういったものがですね、水分代謝を良くしてくれるような生薬が配合されてますので、量計十貫糖のところの言葉の中からですね、分かるようにしておいていただくと良いかと思います。それから今度はうについて六条です。六条に関しては、鹿科の蛇行鹿の、オスの、蛇行腺分泌物を起源とする生薬でというところなんですけど、蛇行腺というところでは、これは蛇行の記述になります。そうなんですよ。なので六条に関しては鹿科の、ね、確かに両方とも鹿です。でも六条は鹿科の満州赤鹿、まあ、満州赤鹿はでは引っ掛けてこないです。そしてオスなのかメスなのか、まあ、今回もオスです。そして、の陽角を使ってきます。角なんですよ。
六条というのは角です。角をこう、なんか輪切りにして、そしてそれを砕いて使っていくのが六条というものになりますので、なので、この六条ですね、ぜひぜひ、この同じ鹿なんですけど、蛇行なのか、六条なのかっていうところも見極め、しっかりと分かるようにしておいてあげてください。それから、絵の竜王なんですけど、竜王に関しては、これちょっと読んでいきますと、うぐいすがいかの、あこやがいの真珠がい、真珠ってきましたから、真珠なんですよ。そうなんですよ。竜王に関しては、これは中枢神経系の刺激作用による、気付けを、気付け効果とかがありますから、なので、今回のここのところはですね、ちょっと違っておりますので、真珠の記述なんだなという形で分かれば大丈夫です。竜王の起源植物名とか覚えなくて大丈夫ですので、まずはここの、うぐい、真珠のですね、起源植物名、ということで、真珠がいいの、真珠で繋げといていただければと思いますので、絵が誤りとなります。ということで、答えは2番が正解でした。では次行きましょう。問い77番です。小児の肝を、適応症とする生薬製剤、漢方処方製剤に関する以下の記述の成分について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。あについては、症状の原因となる体質の改善を主眼としているものが多く、鎮静作用のほか、血液の循環を、抑制する作用があるではなく、血液の循環を良くしていく、促進していくような働きがありますので、あは誤り。それから、い、最古は流骨母霊湯や翼患酸を小児の夜泣きに用いる場合、作用が比較的緩和のため、長期間、3ヶ月ぐらい、ですね、服用して、様子を見ることが望ましい。長期間3ヶ月ぐらいか。そんな気がするっていうところで引っかかっちゃいますので、なので、これ3ヶ月ではなく1ヶ月ですか ?1 ヶ月。いいですか?なので、1ヶ月なんだなというところですね。ぜひぜひ忘れないようにしてあげてください。それから、今度は、うです。用法用量において、適用年齢 の加減が設けられていない、漢方処方製剤は、生後1ヶ月の乳児に使用することができる。ダメです。ダメですよ。生後3ヶ月未満はですね、使用を、避けていきましょう。使用してはいけませんよ、というところになっておりますので、ここ1ヶ月ではなく、3ヶ月未満はダメですので、気をつけておいてください。だからこのあたり、いとうですね、絶妙な引っ掛け方ですよね。なんかそうかもしれないと思っちゃうので、ぜひこういった数字のマジックですね、引っかからないようにしてあげてください。そして、絵は正解なので、答えは5番が正解という形になりました。では次行きましょう。問い78番です。貧血予約に配合される鉄以外の金属成分に関する以下の記述について、過去ないべき軸の正しい組み合わせをしたから一つ選びなさいということで、こちら答えは1番が正解となります。どうでしょうか?銅、コバルト、マンガン。このあたりのところもですね、ぜひぜひ、特に例えばコバルトに関してはですね、ビタミン B12、これよく出てきますよ。シアノコバラミンだからコバルト、シアノコバラミン、コバルトが入ってるなーっていうところでつなげといていただきたいなと思います。はい。あとはですね、銅とか、マンガン、このあたりも出てきますから、ぜひ、ここなんか苦手だなという方は、しっかりと、もう一度参考書を読んでですね、しっかりとわかるように、ポイントを押さえていきましょう。ということで、答えは、問い78は、1番が正解となりました。では、次行きましょう。問い79番です。字、および字出用薬に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。あだけが違いますね。自覚は肛門内部に存在する肛門腺下と呼ばれる小さなくぼみのに、糞便のカスが溜まって炎症可能が生じた状態ですよ。ということで、こちら肛門腺下と呼ばれるところに糞便のカスが溜まって炎症とか可能していくのは、これは自覚ではなく、自老になります。自老です。もう自老は最悪の字なんですよ。めちゃくちゃ痛いです。最悪第二の肛門開門みたいな感じになっちゃいますので、なので、すごい痛いんですよ、これは。なので、そういった意味ではですね、これ、自覚に関しては、いわゆる、異母字でしたよね。内自覚、外自覚というのがありましたので、直腸粘膜付近にできるのか、肛門付近にできるのかというところでは、このあたり、しっかりと字の種類、自覚、それから、劣行、そして今回の、字老ですね、3種類ありますので、間違えないようにしてあげてください。ということで、赤、誤り。なんで答えは3番が正解でした。はい。では次、最後ですね、問い80番です。外用時出用薬に配合される成分に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで答えは2番が正解となります。アについては、これいいですよね。そして E、デカリニウムなんですけど、アドリニン作動成分であり違います。デカリニウムは、これは殺菌消毒成分ですよ。なんとかニウムってついてますから、だから違いますね。
はい。で、そして、ウーは正解。そして、テトラヒドロゾリンは、ということで、これ、アドレナリン作動成分ですよね。なので、腎に伴う痛みとか痒みとかを和らげる、痛みとか痒みを和らげるのは、これは局所麻酔成分の、記述になっちゃいますから、こちら、A は誤りとなります。ということで、ここまでどうでしょうか。やはりこう、成分をですね、曖昧に覚えたりすると、これ何だったっけなーって迷ってしまうこと、それからあと結構生薬の起源植物名とかね、そういったところも聞かれてきますので、ぜひぜひですね、ここもう一度、やっぱり間違えたところはですね、もう本当にとにかく復習です。もう一回テキストに戻って、参考書に戻って、やっていくしかありません。そして、また同じような問題を解いていく、インプットしたらアウトプットする、その繰り返しになりますので、皆さん、頑張っていきましょう。大丈夫ですよ。もうちょっとですからね。頑張りましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、LINE などに登録していただきますと、質問などに、お答えしておりますので、無料ですよ。ぜひぜひ、下の概要欄から、登録していただくと良いかと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。